ロープ橋で宙吊りになったまま白目向いて失神してしまったんですね。どうもエースです。今日なんですが、レンジャー訓練恐怖の弾力テストというテーマでお伝えします。自衛隊にはレンジャー訓練というそこそこきつい訓練があります。どんな内容の訓練かは私の前の動画を見ていただければ概要がわかると思うので、そちらをご覧ください。レンジャー訓練の中には弾力テストと言われるレンジャー訓練の科目の中でも多くの怪我人が出るレンジャー学生にとって恐怖の訓練があります。今回はこの弾力テストがどういう訓練なのか、なぜ怪我人が出てしまうのかを解説していきます。このチャンネルでは自衛隊に関する動画を投稿しているので、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。まず弾力テストとはどういうものなのかなのですが、この弾力テストは体にコイル巻きもやいという結びで命綱を作り、高さ約10メートルのレンジャー塔に作った2本のロープ橋の間を横歩きしていき、ちょうど中央で止まります。そしてレンジャー訓練の抱負みたいなのを叫んだ後にロープに身を任せて後ろ向きで落下するというものです。簡単に言うとローブバンジーチャンプですね。この弾力テストの目的はロープへの信頼感を付与するとともに恐怖に打ち勝つことを目的とした訓練になります。要はロープってお前の握力なんかよりもよっぽど信頼できるもんなんだよっていうのを分からせるのとともに度胸試しをするんですね。ちなみに綺麗な落下方法は頭から後ろに落ちていくスタイルなんですが、ビビってしまうと腰が引けてお尻から落ちてしまいます。レンジャー訓練中に弾力テストのチャンスは1回しかないので、腰が引けていると助教や教官からこのクソビビリが帰れとかもうめちゃくちゃやじられます。またロープ橋の真ん中で叫ぶレンジャー訓練の抱負については頑張りますとかそういうのが多いのですが、何人も同じようなこと言っていると教官や助教が飽きてきて、教官か助教のモノマネしろとか無茶ぶりが入ったりするので結構面白いです。この辺は部隊の特色とか文化とかによって違うのですが、学生側は必死なんですが、終わった後に思い返すとマジでいい思い出になってます。この弾力テストはレンジャー訓練の割と序盤で実施されて、私の時のレンジャーだと確か訓練開始から1週目か2週目の最初の頃に行ったと思います。弾力テストで怪我人が続出してしまう理由については1つ、体に巻いたコイル巻きもやいが原因です。どういうことかというと、コイル巻きもやいって体の周りにロープを巻いて命綱を作るんですが、これが緩いと怪我をするリスクがかなり上がります。ロープ橋からバンジーするとロープが少し伸びるんですが、それでもものすごい衝撃が体にきます。なので準備の段階で呼吸がちょっと苦しいかなくらいガッチガチに固めておかないと、ロープがずれてあばら骨を折る隊員が出てくるんですね。これ全体重がロープにかかってくるので、このぐらいのきつさで大丈夫かなの10倍きつくするくらいしておかないと全然安心できないレベルです。またガチガチに固めていてもあまりの衝撃で腰を悪くしてしまう隊員もいます。ちなみに私がこの弾力テストをした時なんですが、結構綺麗に飛べたんですね。でよっしゃーと思った瞬間に今まで味わったことない衝撃がお腹に来て、吸い込んでいた息がブーッと強制排出されて目の前が真っ暗になったと思ったら、今度はキラキラしたものが見えてきました。漫画でよく出てくる星が見える感じですね。正直今まで経験したことない衝撃で結構焦ったのを覚えてます。私の同期はもっと悲惨で、すごく綺麗に飛んだんですが、衝撃が激しすぎてロープ橋で宙吊りになったまま白目向いて失神してしまったんですね。5秒くらい経って意識を取り戻してそのまま復帰できたんですが、その後飛ぶ隊員がそれを見てビビってしまって腰引けまくってめちゃくちゃ助教からやじられてました。正直本当に危険です。はい、
レンジャー訓練で一番怪我人が出る弾力テストについてお話ししたんですが、正しくやらないと冗談抜きでめちゃくちゃ危ないです。自衛隊の訓練以外では絶対に真似しないでください。この訓練、教官助教はガチで安全管理を徹底していますし、事前の予行もしっかりやります。しかしそれでも怪我をして原隊復帰してしまう隊員が出てくるので、正直言うと運の要素もあるかもしれません。あとは腰回りの肉のつき方や体重などですかね。というかこんなに危険なのにこの訓練はやらないといけないのかと言われると、正直疑問は残るのですが、レンジャー訓練の登竜門みたいなものにもなっています。私が参加したレンジャー訓練では幸い原隊復帰者は出なかったのですが、この弾力テストで怪我をして訓練を中断する人を見るのはかなり辛いと思います。これからレンジャーに挑戦する方はくれぐれも気をつけて、コイル巻きもやいをガッチガチに締めて挑んでください。ちなみに私が飛び出しの時に行ったレンジャー訓練の抱負なんですが、当時私が尊敬していた上田山荘って方がレンジャー助教として参加されていて、ロープ橋の上で上田助教みたいな立派なレンジャー隊になりますって気合を入れて言ったら、間髪入れずに死ねって上田助教本人から帰ってきました。視聴者の中でうちのレンジャー訓練の弾力テストはこんなことやってたよっていうのがあれば、ぜひコメント欄で共有してください。おそらく部隊によって特色がたくさんあって面白い話もあると思うので、ぜひ共有してくれると嬉しいです。この動画に対する高評価低評価どちらでもいいのでクリックしてくれると嬉しいです。それでは本日はこれにて除去終了です。